皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。本日のテーマはご視聴者様からのリクエストにお答えをいたしまして、ちょっと長いですよ。1月20日に皇宮警察の年頭視閲式というのが行われるんですけれども、そこに初めてですよ、天皇皇后両陛下がご出席になられます。でこれは一体何のために、そしてどなたのご意思でご出席なさるのかということを、カードに聞かせていただきました。で余談なんですけれども、このリクエストをくださいましたご視聴者様も皇室ラジオ放送局さんの、最新動画ないわっていうタイトルなんですけれども、それをご覧になられて、そしてこのリクエストをなさってくださったんです。で私まだその時は大好きな動画なんですけど、まだ拝見しておらず、まあ、急いで見に行かせていただきました。そしてその見させていただきました結果ですよ、もうね、あすごいなと思ったんです。このおわんこさんというこの皇室ラジオ放送局さん、普通は見過ごすようなニュースなんだと私は思うんです。これ私だからでしょうか。でももうなんか鋭敏というか、こう前もってまたですかってこういうふうに捉えるね、その捉え方が素晴らしいなと思いまして、ぜひ皆様もしよろしければ、もうまだご覧になっていない方はお先にその皇室ラジオ放送局さんのないわという動画をご覧になった後でこれを、まあ、逆でもよろしいと思うんですけれども、ぜひご覧くださいませ。はい、それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。こちらはどなたのご意思でご出席されるのかということです。でこちらは何のためにご出席されるのかということです。なぜ初めてなんですからね、初めてなぜねということなんです。はい、それでは、いきます。どなたのご意思でというところです。はい、これは陛下のご意思とかではないですね。よす認められております。これはね、どなたのと聞いたらカードはスパッと答えてくれましたよ。不運と災難をもたらす人、陛下に不運と災難を招く人、その人のご意思ですと。天皇ご一家からそのエネルギーを吸い取るような人、そして、この人物はそうだな、天皇ご一家の進展を卑劣なやり口で攻撃する、そんな人です。信頼できない人、裏で糸を引く人です。もう分かりますよね、予想通りじゃないですか。でね、カードからアドバイスが来てます。このアドバイスもアドバイスから読み取れることってあるんですよね。なのでさせていただきます、アドバイスも説明させていただきますので、どうぞカードは何を伝えているのかっていうことを皆様なりにどうぞお受け止めくださいませ。この問題から解放されるために外部に助けを求めてくださいと陛下に言っているんです。この問題っていうのはそうですね、天皇ご一家の進展を卑劣なやり口で攻撃する、そういう問題なんですよ。攻撃されている、そんな問題から解放されるために外部に助けを求めてくださいと。ということは何ですか、971とかは内部ですよね。内部はダメってことなんですか。まあ、捉え方にもよりますが、あとは状況がこの否定的な影響を取り除くのを待ってくださいって言ってます。状況がもうこの否定的な影響、この四隅を止めている釘を抜いてくれるような、そんな風になるので、それを待ってくださいと。あとはこの状況がはっきりと分かるまで、まだ分からないぼんやりした部分があるんですよね、はっきり分かるまでは先に進まないでくださいと言われています。まあ、この感じですと、これはやはり夫人とかそういう風に想像しますよね。
9番正位置か。これはね、アドバイスとか批判、非難とか反論とかそういうものを通して陛下を何か啓発するような言動をしている人、そんな人の話を注意深く聞く、だからこのカードが言うのは本当は教師なんですよ。その人はあなたの教師になりますっていうようなカードなんですけど、私これは反面教師だと思います。というのはなぜかというとですよ、今日のこのカードの見え方なんです。これね、いつもはこの人ね、パッとお料理しててこんなところに飛ばして失敗してるんですよね。でそれを横で教えてくれている人、あ、そんな風にしたらダメなんですよとか教えてくれている人って見えるんですけども、私今日はねこの人の教え方によってミスしてしまったって見えたんですよ。あ、ミスさせられたと思ったんです。なのでこれはね反面教師ですよ。そしてここから来るアドバイスというのは、今まで学んだことを実践せよなんです。他者に自分のご自分の考えとか決意 などをこう明確に表明して、そして正確に理解される方法で、ご自分の教えというものを伝えてくださいと。ちょっとややこしい言い方かな、私のこれ。ちょっとややこしい感じもしますね。多分このカードが言いたいのは、陛下にご自分の考えとかお考えとか決意などを明確に表明してくださいと、そして正確に理解してもらえるように伝えてくださいっていうことだと思います。そういうことだと思いますね。あとはこれまでの経験に基づいて結論を出してくださいっていうアドバイスが来てるんです。いろいろ経験している、されている、それから結論を出してくださいと。あとはね、そうだな、例えばそれを表明された際に我々国民がそれを聞き、その陛下の教訓とか戒めを聞いて学ぶ、我々も学ぶ、その教訓、経験、ご経験から得られた教訓とか戒めから我々も学べるんですよね。そういうことを言ってるんですけれども、あとねちょっとねもう一つ来ました。今日はこのように見えたというお話をさせていただきましたので、多分そうだと思うんですよ。反面教師だと思うんです。でも通常どちらかというとこれは正位置で出ると教師っていう感じなんですよ。なのでね、全く逆になりますけれども、例えば昭和天皇おじい様とか浜尾侍従、のお言葉とか教えとかそういうものも表しているかもしれないですね。陛下を啓発するような言動をなさった方のお話を注意深く聞く、なので思い出されるとか、そのアドバイスにせよ、例えばお叱りを受けたことがあったにせよ、それをね思い出して啓発なさってくださいというのは、なんかそんなアドバイスかもなっていう感じはします。ただ、戻ります。私の今回このカードに聞いた質問というのは、どなたのご意思でこのご出席されることになったんですか、初めてっていうことなので、これはどちらかというとこの反面教師の方だと思うんです。1枚目はこれでしたので、次も見てみますね。あ、そうです、もうエナミー出ました。わかりやすく教えてくれてありがとうカードさん。これね、もう軽蔑された敵、対戦相手、反対者、スパイなんですよ。でもうこのカードはその人間を信用するなと、敵に注意せよ、そして、その人間のこの領域というものを徹底的にチェックして疑えっていうふうに言われてます。やはりね敵なんですよ、敵。まあパッと考えれば夫人と、アーミア一味ってことになりますよね。
10番聖地でレッドカーペット出てますね。これはね、どなたのご意思ですかって言ってその人物を表していると思います。自分が出てくる時にはレッドカーペット引かせてるんですよね。早く引きなさいと、ね、もう自分がもう本当にもう自己愛の塊で歩いてきますよね。そういう人物ってことなんですよ。カードが伝えているのは、言葉とか行動で人々に強い影響を与えることに成功した人なので、まあ、過去の栄光ですけれども夫人ですね、これは、と思いますよ。あとは大きな経済的成功を収めようとしている人っていうような意味があるんです、まあ、そうなってくるとちょっとアーミアみたいな感じもしてくるんですけれども、まあまあアーミアと夫人はもう一緒ですからね。ちょっと嫌なのはこれはね、これまでは舞台裏に隠れていた誰かが突然表舞台に立つっていうことを表しているカードでもあるんです。そういう意味もあるのでちょっと嫌ですよね。隠れていたって誰ですか、まあ、H 君は隠れてないですよね。もうどん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 前出されました。この状態ですよね、KK じゃないですよね、そうですね。あ、そうそうそう。そしてね、ここね、アドバイスがねあるんですよ。それも一応伝えておきます。戻してる、あのね、ご自分の選んだ道を貫く、そういう感じかな、ご自分の選んだ道を貫けばやがて大きな成功をもたらしますよと陛下にアドバイスが来ている、そしてその道を行かれれば、その道の途中で新しい発見とか、何か励ましの支援を受けることができますよって言われてます。まあ、今も支援をたくさん受けられていると思いますよ。もう我々国民もですよ ね、そういう感じだと思います。まあ、これね、あの戻りますけど、この感じだとまあ夫人とかアーミアとかですね、もう吐き捨てるように言ってますけど、ジャーニー聖一、なんかこの間もこれ出ましたよね。この太った醜い男、後ろにお付きのものを携えて旅をしている旅好き、ねかなって感じがするんですけど、今日はねこのカード面白い、あのね、粋な答え方をしてくれてます。これね、一見はまあ夫人かなとか思うんですけど、まあ、最近はちょっとね、アーさんキーさんもちょっとその傾向ありますけれども、まあ旅に出るとかね、だけど、これ引っ越しとか転居とか家の改修っていうのを意味してるんです。なのでこれアーミアですよね、アーさんキーさんですね。これはその誰のご意思でって、これはアーミア家ですよって言われてます。次、分かりやすく、どなたのご意思でと聞いてるので、ザ・コンサルタントですね。はあ、分かった。これはね、アドバイスを求める、アドバイスを求める女性を象徴しているカードなんです。なのでこれキーさんですよ。夫人にアドバイスを求めたんですね、きっと。で、これが正位置で出るとですよ、そんなこの女性、アドバイスを求める女性を喜んでこう問題の解決に向かわせるような人のことを言ってるんです。なのでこれキーさんと夫人ですよ。アドバイス求めに行きましたね、どうも。そんな感じ。これもなんかこの間出たな、これはアーサンで出たんかな。インファンティのいつもの逆ですね。これはね、もうはっきりと敵対とか、好ましくないとか否定的とか、もうね、陛下にとっては先行きが思いやられる、もういつものことですよね、あとはね、苦労の種、ご苦労の種である、そんな人物なんですよ。もうそのまんまですよね。で、この件に関しましても、これは悪いニュースです、陛下にとって、不快な状況です。そしてカードがはっきりと言っているのは、予想外の知らせは好意的ではないですよって言ってるんです。これ多分前から計画されていたことではないと私は思うんですけど、どうなんでしょうか。
予想外の知らせ、あ、そうしなさいみたいな知らせが来て、でそれは好意的ではない、これはね道徳を排除するようなものである、で、ある夫婦との対立、まあ、これある夫婦ってアーミヤですよね、アーサンキーさんですよ、との対立、それを表している。分かっていたことですけど、もう腹渡が煮えくり返りますよね、これ。次いきます。まただもうエナミ、これもう間違いなく両陛下のご意思ではないです。 Later Baby、 このエナミはもう敵に注意っていうカードなんですよ。先ほどもそれありましたよね、あとね、もう何にせこうミスは最小限に抑えてくださいっていう、ミスなさいませんので、ね、でドラマのセリフのようですけど、ミスしませんからね、で、ね、盗み聞きにも注意してくださいっていう、どこで聞いているかわからないのでっていうような、まあ、そんなところも十分にご注意されていると思いますけれども、そして正式な手紙なんですよね。でこれはね、新しい血をっていう、そんな意味が今今日来ました。なのでこれは新しい血なんですよね、脈々と受け継がれている血ではなくて新しい血なんですよ。なのでアーさんとエイチ君ですね、これ、そういう敵で、正式な手紙なのでこれは夫人、夫人からの、まあそうですね、ちょっとシンプルに言えば、まあ、命令のようなものですよね。よく言ってご指示までですね、そんな感じでしょうね。でもそれに従わなくてはいけないという、そんなあれなんですよね、きっとね、Hope Service Servant、もう面白い出方だな。これはね、希望とか願いとか期待そのまんまなんですけれども、なんかねこれ2つとも共通してるでしょ、面白いぐらいに。これってその一味をねお世話したり一味に奉仕する人なんですよ。でも奉仕じゃないんですよこれね、本当の、まあ、奉仕している人がいるとすれば、それはもうもう仕方なくですよね、お立場上、まあ、そういう言われればしなければならないような、しないわけにはいかないような、そんな方、それもあるんでしょうね。でこちらはもうね使用人なんですけれども、もう自己犠牲とか献身に近いような状態で、これと同じですよね、お世話させられている人たち。でもこれがちょっとあれじゃん、今回のこういう件も何かを期待してお世話してるんですよ、何かを望んで、自己犠牲してるんですよ。だから自己犠牲ではないんですよ、ある意味何かを願って献身してるんです。なので献身でもないんですよ、それを表してる、そういう人たちが噛んでいるっていうことなんですね。なんかね、まあいいか、後でこちら 見るのでその時にきっと出てくるんじゃないかな。あ、出た、ほらこれダークヘアルウォーマンって言ってるけど、裏これねキュービルウォーマンなんですよ、エンビアスので、ビジットサティスファクションこれは金さんですね、間違いない。並外れた物欲と金銭欲の女で、妬んで嫉妬して羨ましがっている女が訪問してるんですよ。だからこれは夫人のところじゃないですか、先ほどアドバイスをね求めに行った、で満足してるんです、サディスファクションなんですよね。これ結婚もそうだったんですよね、並外れた、金銭欲物欲の女が身の程知らずなことを羨ましがったりして、そしてピンポーンってたっさん言ってるんですよね、そしてこうなってる、ね、
次、もう誰からってはっきり出てますよね。ギフト、メッセンジャー、マニー、もうほらね、これ、うん、これ本当にこんな組み合わせでこうなってくるとね、もうこれって感じられるので贈り物ですね、贈り物。そしてこれがお金や富なので、これは死者、死者を使わすようなもの、その死者を使わすようなもののご意思でこれが行われるってことなんですよ。なんか今日来るのはね、もうこのお手紙か何かにもうね、命令とか指示とか要求とか依頼とかそういうものがね書かれてあるような感じがしますよ。で、まあお金とか贈り物とかもあるんでしょうね、うん、そんな感じですね。それかお金とか贈り物ばっかり欲しがる人なのかもしれないですね、うん、誰か分かりますよ、うん、病気病気、え、キャフルネス、うん、without you knowing ですね。出た、もうはっきりとこれ偽の男ですから、これアーさんですよ、うん、アーさん、病気、病気ですよ、やっぱ病気出るんですよね本当にね。え、何かあの陛下のご病状のことは一つもご心配されずにとかっていうのはありましたけれども、あのまああのご自分が病気なんですよねこれ、うん、でこれあなたの知らないうちになんですよ。何が知らないうちかって、陛下は全部ご存知じゃないですか、うん、そんな感じですね。偽の男です。まあ、あのこれだけ見させていただきますと、誰のご意思ってこれあの陛下とか皇后陛下とかではないんですよね、うん、夫人、そして、何かをお願いしに行ったキーさん、そしてアーさんですね、はい、ではなぜか、何のために初めて天皇皇后両陛下が年頭視閲式にご出席なさるんですか。天皇皇后両陛下がいきますよ。8番が逆、うーん、あー、これはね、あのカードとしましては結束とか統一とかパートナーシップとかそんな意味のあるカードなんですよ、ね、そういうカードなんです。でそれが逆で、これはまあ、毎度申し上げますが、協力をやめろって言ってるんですよね、うん、協力をやめろと。それは、両陛下への協力です、うん、ご協力なさっている方々に協力をやめろと言っている、そんな感じですね、うん、別離、離脱なので、あの別離とか離脱とか離婚とかそんな意味があるんですよ、うん、離れるというね、離れろってことなんですよ。そして、躊躇せず既存のパートナーシップを断ち切る必要があるって言ってるんです。で、その既存のパートナーシップというのは両陛下とのですね、制限された関係とかっていうのがあるので制限してるんですよ。でもこれ何のために、これをすることによって、うん、何か企みがあるんですよね、うん、あの両陛下が何か被害を被る、そう思ってるんですよね。18番、正位置、これは、自分たちの進展のためです。自分たちの達成とか目的のね、あとは成功のため、そしてこれは自分たちにとって正しい選択と行動だと思ってるんですよ。あとは協力による、満足のいく結果なので、まあ協力を求めて していることなんですよね、うん、N 村さんとかもうね、どうなってるんですか本当に情けない、うん、で、これは適切な仲間を持つことは賢い選択ですよって言ってるんですよ。あなた方あちらについていて賢い選択だと思ってるんですかっていうような感じが出てますね、うんうん、ねえ本当に。であとはね、支え合いです
本当に支え合い、正しい道ですみたいな、で成果を得てそこからの満足感ね、そういうの。だからこれはね、今出てるのはご出席って決まったことはもうまず第一歩なんですよね、うん、よしよしって感じが出てるんですよ。アホですね、うん、次15番が逆。これは利己的で他者を利用する人です、うん、そして何にも出さない人もうアーミアですよねこれね、うん、与えないことが進展を邪魔している。これは夫人が、両陛下に与えない、両陛下には与えない、それが両陛下の進展を邪魔していると思っている、うん、で今回ご出席させるごめんなさい、そういうちょっとすごい言い方ですけど、この方にとってはそんな感じなので、ご出席させることは彼たちにとっては好ましくない状況になるであろうと。ご出席された後そういうふうにする、好ましくない状況にする計画があるんでしょうね、まあ、残念ながら計画倒れですよそんなもん。見てくださいこれ、トラップの逆、ね、はっきりと出てますよ。何のためにですかと。これはまず一つ、状況が不確実だからなんですよ。だからそれはちゃんと次アーさんに行くんでしょうね、その次は H 君に行くんでしょうねっていうのがものすごく不確かなんですよね。で彼らにとってでも不確かではないんですよ、もう決まってるんです、行きませんから、うん、行きませんよ。で、そのためにこれ罠です、罠って言ってるんですよ、罠にかけてるんです。詐欺とかいう意味もあるんですけど、まあ策略です。でね、余談のようですけど、これってねもう犯罪とか刑務所に入らなければならないような法に触れるような重大な問題っていう意味がもう一般の意味としてあるんです。これそういう一味ですよね。でこれ逆になっていることによってどんな意味になるかというと、個人的な利益のための小さな罠なんですよ。さほどそんなに大きい罠ではないんですけど、個人的な利益のための小さな罠、そしてカードはこれは怪しいって言ってるんです、教えてくれてるんです。ちょっと笑っちゃいますね、これは怪しいって言ってますよ、うん、あとはね、彼らがその受けるに値しないものを得るためにやってるんですよ。これは一味が本当ならば彼らにとってはふさわしくないようなものを無理やり得るためにこういう策略をするっていうふうにも取れますし、もう一つは両陛下にとって両陛下に対する評価とかそういうのが受け取る必要のないような、そういうね良くない意味での評価を受けさせるために、受けるに値しないものを得させるための計画、まあ、残念ながらそれもしっかりと計画倒れですよね。非友好的な影響力、まあ、それは自分のことでしょうね。あとはね、もう夫人というアーサンキーさんですけれども、非常に利己的な裏切り者とカードは罵っております、うん、そしてもうこれ爆笑ものです。もうカードがね本当に面白いこと言ってる。これね、過去に不当な扱いを受けたことへの怒りだと、それを言ってるんですよ。なんか個人的な利益のための小さな罠とか言ってるじゃないですか。これね一般参加じゃないですか、ね、一般参加の もしもその後に決まったことならばですよ。これが、うん、過去に不当な扱いを受けたと。不当じゃないんですよ、大変適切な扱いだったと思うんです、うん、インコンステンシーの逆か。これはね夫人です、うん、内なる葛藤を表してますね、まあ、一般的な意味は。あとはね永遠の優柔不断っていうのがあるんですよ。ちょっとねこの人にとって優柔不断っていう言葉当てはまらないようなイメージじゃないですか。
でもね違うんですよ。やっぱりねこの前の一般参賀の時の思念っていうのを見させていただいても、本来でこの天皇皇后両陛下側についた方がいいっていうのと、どうしてもご自分のその嫉妬心のためにもうそれができないとかフラフラしてるんですよね。それが出てるなって感じがします。もう永遠の優柔不断とカードは言ってるんです。あとはもう個人的な不安感、あとは個人的な自信喪失です。やっぱり一般参賀のことは影響してるんじゃないですか。あとはね、そうだな、他者の気持ちがわからないんですよ。他者の気持ちが全然伝わらない人、自分が伝える方ばっかりで、他者の気持ちが伝わらないような人だって言ってますね。そしていろんなことに対する内省、ね、内省には時間がかかると、まあ、永遠に無理なんじゃないでしょうかね。カードはまだ甘いんじゃないですか。対立の期間、今の期間は対立している期間ですと。もうね、何のためにって個人的なことでこういうことをねしているような、で心の問題によって優柔不断になっているとか、でね、そんなこんなでこの人物は、この人物って夫人です。夫人は一貫性のない態度を取ります、でも、両陛下は辛抱してしなくてはならない、そんな時期ですよということを伝えています。どれほど辛抱なさっているかというね。シティハウス、なんかこの前から出ているのと同じようなものがやはり出ますね。これはね、一般的な意味では家とか家族、あとはお仕事とか日々のね習慣とか、友人遠い親戚などを表すんですけれども、これね、正位置では社会生活とか家族の約束とか、家の中の出来事を表すんですよ。だからね、小さいことなんですよ。この何て言うかな、本当小さい人間、狭いんですよね、実際狭いですね。本当にこれね、キーさんと同じです。夫人は皇后陛下とは全然違いますね。皇后陛下はもういつも国とか世界とかを見ているお方なんですよ。これね、本当自分の我欲とか、実際家の中のことを見てたりとか、そういう感じなんですよね、本当に家の中の出来事ではないって言うんですよ。もうこの前もこのカードの時、私怒ったんですけれども、あとはね、緊急な人、深刻な人なんですよ。なのでちょっと緊急事態にあるんですよね。深刻な状態にあると思っている、感じている、まあその通りです。それが出てますね。だから何のためにって、本当に小さななんかの我欲ですね。フィーフ、あ、出ました、これ夫人です。ピアノ弾いてる、これ、ね、楽しみばっかりのジェラスー、分かりやすい、何のためにって、本当にね、小さ、盗む奪うため、ね、でこれは夫人です。でね、ここから出てるのは今度こそうまくやれるって思ってるんですよ。でこれは激しい嫉妬のため、次、あ、pleasure seekers、 sweetheart、 分かりやすい、カードさんありがとうってぐらい分かりやすいですよ。これはね、 pleasure seekers、 もう一味です。快楽追求者、欲望と快楽に動かされるような者たちです。それが嘆いてるんですよ今。なんでって、年の宮様、ね、年の宮様の存在ですよ。だからこれやっぱ一般参賀じゃないんですか。もう本当に嘆いて悲しんでため息ついている、本当に、その後に決まってたらね、絶対一般参賀が関係してますよね。
急に決まったことであればですよ。何これ、 Hobbies entertain ですね。 Lot of money Good player。 これもね、やっぱりね、楽しみなんでしょう。楽しいこと、楽しいことのため、快楽も含むですよ。でこれはもうたくさんのお金、ね、そしてこのグッドプレイヤー、今日はピーンときました。これはね、なんか来た、自分の手駒、うん、手駒、このプレイヤーって初めて来ました、こういう言葉。あのね、駒なんですよね、うん、なんかね、駒を使ってやってみるみたいな感じですね。何のため、自分の楽しみとかたくさんのお金のためなんですよね。このコマは夫人にとってのキーさんとかアーさんも含むですね。次、thought journey、 journey か、 malady。 はー、これはね、夫人ですね、うん、重大な決定が下されなければならない状態になっている、下さなければじゃなくて下されるような状況になっている、陛下によってとかね。で何があって、これ M 子です、うん、これ、まあ、KK 夫妻、 KK 問題ですよね、うん、でこれ、このミスが高くついているって感じなんですよ。でこれはね、もうね、あのきっかけに過ぎませんからね。だからいろんなことを仕掛けてくるって言ってるんです。で今回のこの、皇宮警察の年頭視閲式に初めて天皇皇后両陛下がご出席なさる、そのこの計画も これのためとか、なんだ、どんな、でもこれをすることによって、そんなすごい、そんなすごいことが起こるとも思えないんですけどね、うん、Soldier Despair。 あー、はいはい、これはやはり陛下なんですよ、戦っておられるんですよね。でもうそれがね、でこれは今日来るのは、このウェイティングは待望論って今来たんです。これはね、利宮天皇待望論だと思いますよ、これ、国民の。でそれで絶望と窮地に陥っているので、何かしなければいけないのうちの一つです、これと出ています。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。